加藤二組となりましたね。続いてはキーボードとボーカルのデュオのスピリットのステージになります。メンバーは延岡出身でボーカルのともみさんとボーカルそしてキーボードのかなえさんです。スピリットからのメッセージです。二人でしか出せないハーモニーが自慢のトップデュオです。幅広く年代を問わないスピリットの世界をぜひ感じてください。出会い、そして皆さんと歌を通してつながる心の架け橋を大切に歌い続けます。それではスピリットの2人、よろしくお願いします。So don't give up.
改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。宮崎人の挨拶がしっかりできちゃう。ありがとうございます。まずね、一曲、あ、一曲じゃないです、一言言いたい。一球出づらいっていうことで、ね、もうツルーとすんで、ね、一球出づらくさせてよって言いながら、一応どうやって盛り上げられてていいが、うちはハモリ伝えればいいがって言って出てきました。延岡出身のスピリットです。もう一回言って、もう一回聞こえない。べっぴんさん、それバッチリ聞こえてます。ありがとうございます。顔も見えてます。ありがとうございます。もうまずはですね、日向フォーラム本当に開催おめでとうございます。おめでとう。スタッフの皆さんもね、あの準備から何からありがとうございます。そして今日もたくさんこんな風に宮崎の方来てくださって嬉しく思っております。そして何より宮崎ってたくさん本当に素晴らしい人たち、素敵な人たちがいる中で、スピリットこのステージに選んでもらえたことに本当に感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。歌をやっちゃってよかったなと思えるこの瞬間よね、本当ね。はい、今日は、ぜひね、残り2曲ですが、お届けさせてください。それでは続いての曲ですが、皆さんもいろんな恋を経験してきたと思います。本当だよ。なんかすんごい今の本当だよ。宮崎の女と東京女はどっちがいいですか？宮崎じゃがいも。今ね、お母さんみたいな人、男性に質問したけど女性が宮崎って。ね、そんなあの恋愛家族もされてると思うんですけども、誰もが経験している淡い初恋ですね。あ、なんかこの人のことをいつの間にかこう考えてるなとか、あ、いつの間にかなんかこの人のことばっかり思っちゃうわみたいな、なんかそういう制服着てる気分で聞いてほしい。あ、これが恋かなみたいな淡い恋心を思い出しながらじっくり聞いてください。恋
とうございます。私たちですね、高校は天の辺岡で生まれて、高校はお隣の日向の富島高校で、富島先生、はい、わー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 本当にね、富島高校をはじめ地元の先輩、何初出場でもまだそれがスタートですからね、本当にここからだと本当に思ってますので、ぜひまた地元で、ね、応援していきましょう。で、もうなんかね、何を喋ったらいいかわからなくなった。ナオは知ってる方がいっぱいいるからもうね、今更自己紹介しても多分もうね、何回も聞いてもらってますし本当ね、東京実は2度目の状況なんですよ、私たち1回高校、まあ、20代前半、今も前半なんですけど、ってのは嘘で20代前半の頃に1回出てきて、で30になってもう1回東京出てこようかって、それ言ったらバレるなっていいんですよ。のだからね、人生2度東京に出てこれるなって自分はたちは思っていなかったんですけど、何も怖くないんですよ。先輩とか本当優しい宮崎の人たちがいるから、もう一回行きたいねっていうのを、これ本当に2人でいつもね話してます。そして宮崎に帰って本当ってよく言われるんですけど、これ変な意味じゃなくて、私は帰らんって言ってるんですよ。それってやっぱ地元があるからいつも頑張れるんですよねって。で宮崎ね、多分お母さんたちもみんなそうだと思うんですよ。なんか帰りたいっていう場所があるからこそ、こっちで私は頑張る。まあね、大きな報告ももちろんですけど、そういうのも持ってまた宮崎に帰りたいなっていうのはもちろんですが、こっちでね、良さをね、どんどん広げていきたいなとは思ってます。なので今日ここにいる皆さんも寂しいかもしれないけど、みんなでおれば大丈夫です。また帰ってね、集まってみんなで宮崎盛り上げていきましょう。大丈夫、泣きそうなら大丈夫って私が聞かれるよね、多分ね。大丈夫、こっちは大丈夫だよ。だから頑張ろう。この後、水木大輔さんが出るっちゃから泣いちゃったらいかんね。怒られる。またテゲテゲが出てくるからだからね、ラストは手拍子で元気よく迎えたいなと思います。スタートはいつも目の前にあるという皆さんの、もうこの扉を出てからの本当に応援歌になればいいなと思っています。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。聞いてください、レディーゴー。飛び出す準備は OK、 始まる夢へのステップ、ハートのボリューム上げて、どこまでもヘッドフォンがお気に入りナンバー、強い風に吹かれたとしても、向かって顔を上げて進むんだ、隠さず場所で。 Hi, baby!
ございます。姉妹とかではないすごい声がぴったりきれいに合ってる。姉妹ではないんですよ。中学校3年生から一緒です。2人同級生なんです。途中です。トトロ中学校。トトロ中学校結成のきっかけって何だったんですか。結成はですね、私が教室で歌を歌ってたら、これ本当に突然ハモってきたんですよ。これ本当にね、本当に衝撃。なんか今だからね、なんでしょう堂々と言ってなんか綺麗な歌声聞こえてくるなと思って、ただなんかこう体がね、つられちゃったわけですよ。お、良くない、いいじゃんって近くに身近にそう、そうですね。あの、ビースカのジュニアのど自慢でもそうなんです。あの、延岡の文化センターにあの BS ジュニアのど自慢が来たんですよ。森口博子さんがやってる子供ののど自慢があって、もうそこに思い出作りで出ようねって言ったら、思い出作りが紅白のあの NHK ホールまで行っちゃいまして、そうなんですよ。でもあの時の記憶は全く覚えてないんです、緊張でドンキャシって歌ったかねってあれはどうと話してるんですけど、まあ、そこからスピリットが始まって20年になりました。でも今後の目標とか、はい、そうですね、やっぱりずっと、まあ、もちろん紅白、本当の紅白出場じゃ NHK ホールでもう一回帰ってこようっていう気持ちはもちろんなんですけども、やっぱり好きなことをずっと続けていられることっていうことはやっぱりね、難しいことなんだなっていうのは重ねるごとに感じているので、そこは自分たちは成し遂げてというかやり遂げて、みんなにパワーをくれるアーティストさん、歌い手さんになれたらいいなと思ってます。はい、はい、いかがですか。どうかです2人で一つスピリットです、覚えて帰ってください、はい、でもそういうやっぱ思いを、地元の愛だったり、やっぱり支えてくれる方が地元にも、そしてこうやって東京だったりいろんな各地にいてくれてるから、私たちはずっと20年間こうやってステージで歌ってくれてるって思ってますので、それはこれからも大切に歌っていきたいと思います。こういうお笑いを応援したいとか、宮崎なんですか。こういうのって宮崎独特らしいですね。あ、こんなにこう大人のことを応援したくなるとか、でもねとかってなるのって、意外にこう当たり前って思っちゃったんですけど、意外と本当に宮崎独特の音みたいなのが、こっちに出てきて良さがもっとわかるというか、ね、なんかほら県内でもやっぱ宮崎県ってこう広いから、こう県北から県南まで 3,4 時間かかるじゃないですか、車で。下道だとも4時間かかるじゃないですか。かかる。そう、かかるし、あの、デーとか言わないですけどね。そう、私もデー言わんじゃん。そう、いいよ、いつもね。そう、伝わらないけど、そう、それだけ言葉も違うのに東京で会うと、なんか親戚に会ったかのような、ね、ご飯をすぐごちそうしてくれるやつ。でもその、ね、皆さんの大応援団の宮崎の皆さん、こっちで頑張ってらっしゃる皆さんのパワーも力に変えて、これからも素敵なハーモニーを響かせ続けてください。ありがとうございます。お二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。CM もございますので、あの、そこら辺にいると思います。頑張ってください。ありがとうございます。